メシアの生涯第61回、極中のバプテスマのヨハネ1、マタイの福音書11章2節から19節です。さて、極中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託してイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方は、あなたですかそれとも、私たちは別の方を待つべきでしょうか イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は言って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の苗えた者が歩き、ザラーとに犯された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。 この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか風に揺れる足ですか出なかったら何を見に行ったのですか柔らかい着物を着た人ですか柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか予言者を見るためですかその通り。 だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよう、と書かれているその人です。誠にあなた方に告げます。女から生まれたものの中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、 天の御国の国一番小さいででも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められていますそして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますヨハネに至るまで全ての預言者たちと立法とが預言をしたのですあなた方が進んで受け入れるなら実はこの人こそ来たるべきエリアなのです 耳のあるものは聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないと人々はあれは 悪霊に取りつかれているのだ、と言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれみよ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、と言います。でも、知恵の正しいことは、その行いが証明します。 はい、皆さんおはようございます,います、えー、今日はメシアの生涯第61回タイトルが獄中のバプテスマのヨハネその1ですマタイ11の2から19を読んでいただきました、えー、今日の箇所の平行箇所はルカによる福音書7章18節から35節ルカ7の18から35が平行箇所ですね さあこの箇所ですけど大変難しいです特に後半が難しいですこういう箇所を取り上げているとほとんどね旧約聖書の知識がないとこれはわからないもう一つはユダヤ的視点から読むというスタンスがないとこの箇所を理解するのは本当に難しいです ですから少し丁寧にお話をしていきたいなと思っていますいつものように文脈の確認ですね。えー、前回前々回のことを思い出していただきたいんですがイエスの奇跡が2つ連続して起こりました一つは百人隊長のしもべの癒し距離があるのに癒されたもう一つはやもめの息子の蘇生 死んだ息子が生き返ったという奇跡ですね。この二つはイエスがメシアであるイエスのメシア性を示す印なんです。特にこの二番目の死んだ人が蘇生した生き返ったという知らせがヨハネのもとに使わされました。ヨハネっていうのはバプテスマのヨハネって私たちが呼んでいますが 時々、洗礼者ヨハネとも言います。彼はヨルダン川で人々に洗礼を与える働きをいたしました。彼の役割は、メシアとして登場するイエスの先駆者としての役割。フォーランナーですね。その前に走って、やがてメシアが来られるという知らせを伝える役割。それが、 バプテスマのヨハネの役割でありましたそのヨハネがイエスの奇跡の知らせを聞いて弟子たちをイエスのもとに派遣してそして質問をするわけですその質問の内容とイエスの答えが今日のテーマです非常に難しいって言ったのは基本的にはこれは神学的議論ですだからそういう素地がなくてこの箇所を読んでもほとんどチンプンカンプンだと思います そこで丁寧に私たちはこれを分析してそして味わおうと思っています。いつも使っている A.T. ロバートソンの調和表ですね「バプテスマのヨハネからのメッセージ」と「イエスの称賛の言葉」イエスがヨハネのことを大変褒めておられるんですね。セクション57ですねで聖句がマタイ11の2から19および ルカの福音書の7章18から35これがあの平行箇所ですねさあアウトラインを見てみましょうアウトラインですが1番目ヨハネからの質問これが2節から3節2番目イエスの答えこれが4節から6節3番目イエスによるヨハネの評価7節から15節4番目イエスによるこの時代の評価 16から19節この時代っていうのはイエスの印を見たけれどもなおかつまだ信じることができない時代のことを言っていますねイエスと同時代の人々のことを言っていますねイエスがそのことを評価されるで今回は1と2だけを取り上げますで3と4は次回取り上げます全然話は変わりますけどタケノコ掘りっていうのをやったことありますか あります。はい、ハーベストセンターの周りは竹藪なんです。あまり竹が増えすぎたんでほとんど切ったんですけど、毎年5月の初めぐらいになると竹の子が取れます。いつも庭を整理し、あの管理してくださっている。近くのまあ、庭師の方農家の方がいるんですけども。気づかないうちに、玄関先にたけの子がどんと積まれたりします。 本当に上手です素人がやるのとプロがやるのと竹のノ掘りはどう違う素人がやると上だけしか掘ってないよねでプロがやると根からちゃんと掘ってるねつまりあのなんていうのまず深く掘ってそれから 好きでもクワでももいいんだけけどあのパッと入れるわけですねだからよく取れるわけですねで私はそらく旧約聖書とかユダヤ的視点というものを考えないでこの箇所を理解しようとするとあるいは説明しようとするとねまあある程度説明できるけど竹の氷でいうと上のところをちょこっとカットしただけで終わっちゃうとうでこの箇所は、ね、1回で最初 話をしようと思って取り組んだんですところが掘っていくうちに根がすごく深いんですだからこれはね2回やらないと無理なんですそれで前半後半に分けて、えー、2回のメッセージにしようというふうに決めたわけですねが来週は3と4を取り上げますで今日のメッセージの結論は現代的適用。 今の私たちにこの箇所がどういう意味があるか特に信仰の危機ということについて考えてみたいと思います信仰の危機について考える今日ここに来られた方の中にもいつまでも信じられないあるいは信じたけれどももう信仰が失いそうになっている倒れそうになっているという方がいらっしゃるかもしれないあるいはこれをインターネット独機になる方の中にももうこれを聞いたらクリスチャンやめようと思って このメッセージを聞いてらっしゃる方がいるかもしれない。神様がそういう方々に語ってくださるように信仰の危機について共に考えてみたいと思います。じゃあアウトライン確認しましょうね。今日は1と2だけでいいですね。アウトライン1番目読んでください。はい。ヨハネからの質問。2番目、イエスの答え。はい。この順番でいきたいと思います。さあ、準備いいですか はい。じゃあ、儀式いきますね。大きな声で答えてください。Are you ready?Yes, we are! はい。ありがとうございます。では、いきましょうね。ヨハネからの質問。まず、2節を見てみましょう。ご一緒に読んでください。はい。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託して。はい。ここまでが2節なんですね。託して質問を送るわけですね。はい。まず、 ヨハネはどこにいますか獄中にいるどこの獄中でしょうか場所はヘロデ王の獄中うんそうだね、えー、これはねより厳密に言うとマカイロスの砦っていうところに幽閉されていたマカイロスこれはねヘロデ大王って知ってるでしょ あの人が何かの時に逃げ込むことができるように砦を大きな砦を3つ作ったんですね一つは皆さんよくご存じのマサダという砦ですそれからベツレヘムの近くにヘロディウムという砦があるんですそしてもう一つがこのマカイロスの砦なんですこれはヘロデ大王が建てた砦です彼自身は一度も、 それらの砦に逃げ込むことはありませんでしただけども常に彼は脅迫概念を持った人でこういうものを立てて準備をしていたわけですね時代はヘロデの息子の時代ですねヘロデ・アンティパスというのがここでのヘロデという名前で出てくる人です厳密には彼は王ではありません彼は国主というワンランク下の ポジションに下ろされています、ね、でそこをヘロデ・アンティバスが持っていたわけですけども具体的な場所はイスラエルの地図をちょっと思い浮かべてください視界がありますねで北の方にガリラ湖がありますねその間を流れてる川が何ていう川ですかヨルダン川ですね視界の一番北の端からちょっと南に下ってさらに東の方 東に約15キロぐらい入ったところにこのマカイロスの砦っていうのがあるんです今でもヨルダン旅行に行くと南の方に下ってると右側にあの辺りがマカイロスの砦ですよと説明するポジションが出てきますイエス時代はローマの行政区としてペレアっていうところができますユダヤサマリアそしてヨルダン川の東がペレアですそのローマ時代の行政区のペレアの一番 南の方、南端に位置するのがマカイロスの砦でです。ですから今日の話は作り話ではない。現実的に歴史上起こった出来事です。ヨハネは投獄され獄中にいたわけですが、マタイの福音書では、ヨハネが投獄されたという情報、事実はすでに紹介済みです。 これれが4章12節で紹介されていましただからヨハネの福音書の読者はここで獄中でヨハネはと言った時に理解できてるわけですね彼が捕らえられて投獄されてるからトロがなぜ投獄されたかっていう理由はまだ出てきてないんですこれはもうちょっと先に行ってからマタイが説明してますただし当時のユダヤ人たちは このニュース知らない人なんかいないいい人んかですみんなが知ってるニュースですね。で東国の理由をじゃあちょっと先取りして見てみようね。マタイ14章の3節から4節ですね。じゃあご一緒に読んでください,、はい。実はこのヘロデは自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れたのであった。それはヨハネが彼にあなたが彼女をめとるのは 不法ですと言い張ったからであるはい、これが投獄された理由ですこれはヘロデってあるのヘロデ・アンティパスのこと自分の兄弟ピリッポの奥さんを彼は奪ったわけですねそして結婚したバプテスマのヨハネがそれを糾弾したんですね恐れることなく罪を指摘しただから捕らえられたで、もうちょっと先の話をすると結局ヨハネはこの牢獄で首を切られます あの話覚えてますかサロメっていうね少女がダンスをしてヘロデを喜ばせて何でも欲しいものあげるって言ってたからヘロデの首をくださいってお母さんのとこ行って相談してもらうわけだよねこのテーマがねあのそれ以降の劇作家とか芸術家の創作意欲を借り立てるんだよねだからサロメっていう名前での劇とか映画とか音楽とかいうのはそれ以降作られるわけだよねから これは非常に何ていうか当時の人たちを仰天させたスキャンダラスな事件だったわけですねちなみにヘロデ大王という人この人は幼子イエスが誕生した時にイエスを殺そうとしたねなんていう町で子供2歳以下の子供を全部殺したベツレヘムだよねヘロデ大王幼子イエスを殺したんだよヘロデアンティパスその息子は イエスの先駆者であるメシアの先駆者であるヨハネを投獄して最後殺すんだよでこの対立の根はどこにあるかというと創世紀にあるこれはエソーとヤコブの対立ですこれ双子の兄弟だったろエソーの子孫がヘロデ大王なのヘロデアンティパスなのヤコブの子孫がイエスでありまたバプテスマのヨハネだからこのエソーとヤコブの敵対関係というのが「新約に至るまで」 続いていてるるという,ふうに見ることができるこういったことも旧約聖書を知っているとあるいは創世記を知っているとそこからつながってきているという深い意味が理解できるようになる極中にヨハネがいるんだよねさあさっきの聖句に戻りましょうヨハネはその弟子たちに託してってありますがヨハネは弟子たち何人を送ってるんですか何名送ってる 書いてない、書いてない。あの英語の聖書で、キング・ジェームズ・バージョンというのは、KJV というのは。そこでは二人の弟子を送った。となって訳されています。なぜ、ここから二人って出てくるかというと、キング・ジェームズ・バージョンが使っている。ギリシャ語の写本が二人と書いてあるんです。ただし、これは学問的には劣った写本です。だから、ほとんどの聖書学は、今、それは排除して。 2人とは書かないで訳してるだだから皆さんがもし2人だよって意見に遭遇したらなぜそうなるのかそれは使ってる写本が違うんだそして劣った写本では2人になってるんだ厳密には2つあるんだ2人って書いてある写本がねでも今の学者たちはほとんどがそれを認めてないで複数の弟子たちを送ったわけだよね。当時イエスは どこにおられたと思う前回の奇跡が起こった場所は何という町だったナインだよナインという村だから少なくともナインの近辺あるいはより広げたとしてもガリラヤ地方のどこかにイエスがおられたわけですじゃあもう一度地図を思い浮かべて視界の東の方からヨルダン川の東側を通ってずっと北に上がってガリラヤ湖に近づいたら ヨルダン川を渡ってそしてガリラヤ地方に入るというこのコースを通った弟子たちはこれは逆コースをたどるとガリラヤからエルサレムに上る時のコースですそこでイエスに会いに行きますがヨハネが弟子たちに託した質問です次3節です見てみましょうじゃあご一緒に読んでください、はい、イエスにこう言い送った おいでになるはずの方はあなたですかそれとも私たちは別の方を待つべきでしょうかはい。ヨハネがなぜ弟子たちを送って質問をしたんでしょうかここは後で詳しく言いますけれどもヨハネの信仰が一時的に揺らいでるんですヨハネほどの人でも疑いを持ったことがあったわけですね でなぜ弟子たちを送ったのか考えられる理由をいくつか挙げてみましょうまずねナインの死んだ息子が癒されたという報告が来た時に弟子たちは喜んでその様子を伝えたと思うのねでイエス前回学んだようにイエスがその死体を生き返らせる時にまず何に触れた イエスは何に触れてたうん、缶に触れたね。その棺って言っても一枚の板だって話をしましたね、前回。その板に触れてる。でこれはそれに触れることは、ユダヤ教の清めから言うと何ですか、これは。汚れだよね。これはヨハネにとっては相当ショックだったと思う。メシアとして来られた方が、どうして清めと汚れを無視して汚れに触れているのか、 とという疑問があった2つ目にイエスが活動している自分は獄中で断片的なニュースしか聞かないで弟子たちに聞くわけねそれでユダヤ教のユダヤ人の指導者たちはイエスをメシアとして受け入れたのかって言ったら弟子たちが暗い顔になって「い,いえむしろ拒否する方向に動いています」。 イエスをメシアとして受け入れる段階には至ってません指導者の意見に惑わされて右往左往しておりますいいニュースが何もないわけさらに極めつけばそうかと言って目を下に落とすと自分の手と足には何がついてんの鎖がついてて目を上げると前には鉄格子があるんでしょう ヨハネにとってはもしイエスがメシアであるならば考えられないような状況が訪れてるわけですそこで言い送るわけですね「おいでになるはずの方はあなたですか?」と言っていますおいでになるはずの方っていうのはメシア称号ですこの辺は違法人の私たちには到底わからないで教えられなければ これはヘブル的に読まなければダメです。あるいは旧約聖書から解き起こしていかなければなりません。で旧約聖書のメシア予言にはメシアのことをおいでになるはずの方、あるいは来たるべきお方という表現で予言している箇所がたくさんあります。例えば、詩編の40編の7節見てください。これは私は口語訳を採用しました。口語訳が一番 意味を伝えていいる分かりやすす訳ですはい、読んでください。「その時私は言った」「見よ私は参ります」「書の巻きに私のために記されています」はい「私は参ります」それがメシアの言葉だからここから「来たるべき方」というタイトルが生まれてくるわけです。紙幣118編26節、はい、主の皆によって来る人に祝福があるように」 私たちは主の家からあなた方を祝福した。これはね、あの牧師か役員が教会で日曜日待っててねで、礼拝に集まってくる人を見てね、あなた方は主の皆によってここに集まってきました。あなた方を祝福しますって言ってんじゃないの。<laughs> 違うことをまず言ったんだよ。主の皆によって来る人ってメシアのことなんだよ、これ。いいですか。それから、 新約聖書に行くとこれが使われますよ。マルコ11の9から10。これはイエスがエルサレムに入場するときの言葉ですね、はい。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいた。補佐な祝福あれ。主の皆によって来られる方に祝福あれ。今来た我らの父ラビデの国に補佐な糸高きところに。とあります。 人々が何て叫んでるのか、人々は旧約聖書の言葉を引用して、メッシアを歓迎してます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、ってこれ、詩篇118編。さっき読んで、26節。つまり、イエスはメッシアだと彼らは認めて、イエスを歓迎してるわけ。次の言葉、重い言葉があります。我らの父、ダビデの国。 今来た我らののダビデの国につまりメシアイエスがメシアとして到来して次に何が起こるかというと聖書が予言しているダビデ王国の復興が起こるというのがユダヤ人たちの期待ですよこれは何のことかというと私たちが千年王国と言ってるものですあるいはユダヤ人がメシア的王国と言ってるものですイエスがメシアとして来られたから メシア的王国がもうすぐ出来上がるんだと言って人々はすごく喜んだんですところはルカの福音書によるとこういう使い方になってますルカ13の35ルカ13の35はい皆さんあなた方の家は荒れ果てたままに残される私はあなた方に言います 祝福あれ、主な皆によって来られる方にと、あなた方の言う時が来るまでは、あなた方は決して私を見ることができません。似てるけれども、タイミングが違う。ちょっと整理してみようね。ユダヤ人たちは一度は言ったの。主の皆によって来られる方に祝福があるように。イエスが初臨の時に、この言葉でイエスをイルサレムに歓迎したの。ところが次に十字架につけたじゃん。だから千年王国は来なくなっちゃった。 もうう度これを言う時が来るのそれはいつかというとユダヤ人が民族的救いを経験した時に彼らはもう一度イエスに向かって主を来てください祝福あれ主の皆によって来られる方にというふうに叫ぶ時が来るで終末論のタイミングから言うとそれは大患難時代という苦しみの7年間の最後にユダヤ人たちが民族的に悔い改めて再びイエスを お迎えした時にイエスが来られるこれは再臨の予言ですよだからですから旧約聖書がメシアのことを主の皆によって来る方と予言し福音書ではイエスの初臨および再臨について同じタイトルが使われているということそのことをベースにもう一度バプテスマのヨハネの獄中からの言葉を見てみよう イエスにこう言い送ったおいでになるはずの方はあなたですかっていう言葉重いねこれこれだけのベースが分かってくるとつまりあなたが旧約聖書を予言しているメシアですかいや彼はあの方こそメシアだって言ったじゃない言ったのにもう一度聞いてるわけね次の言葉それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか 揺れてるんだよね。揺れてるんだよね。イエスはメシアなのか、あるいは別の人物が登場するのか。イエスからはっきりと確証が欲しいわけ。言葉が欲しいわけ。それで弟子たちを使わすわけ。さあ、イエスの答えを見てみよう。イエスは何て言われるか。これは4節から6節で、 弟子たちがもう移動したんだよ。ガリラヤまで旅した後の話だよ。これね、イエスに会って質問した。はい、読みましょう。イエスは答えて、彼らに言われた。あなた方は行って、自分たちの聞いたり、見たりしていることをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き。 死人が生き返り貧しい者たちに福音が述べ伝えられているこれがイエスのお答えですイエスはヨハネに報告する内容はこうだよと言ったんですが2つポイントがありますねあなた方が聞いていることそして見ていることを伝えなさいって言いましたこの2点です聞いていること見ていることで私たちの理性 で言うと聞いていること見ていることを伝えなさいって言うんだからまず聞いていることが何なのか見ていることが何なのかという順番で出てくると思うんですけどもイエスはここで聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさいって言ってでまず見ていることを紹介する次に聞いていることを紹介する。これはねヘブル文学のの独特の ものですよ考察育法って言って A と B って言ったら次が B と A って並べるのだからこれがあのクロスになってるわけねあのこれをキアズムって言うんだけど考察育法って言うのだから A と B って言っといて次説明するときは B から始めるの ABBA の形ですだから聞いていること見ていることをヨハネに伝えなさいっつってまず見ていることをイエスは説明されます あなた方はこれを見ているでしょう見ているのは何かというとまず目の見えないものが見つまり盲人の癒しです次が何足のなえたものが歩くこの癒しです3番目がザラートに侵されたものが清められザラートってのは重い皮膚病のことですねここではザラート患者が癒されって書いてないでしょう 清めらられてか,らだからこれはサラートっていうのはユダヤ教の清めの概念旧約聖書の清めの概念では汚れたっていうふうにみなされていたからだからここで清められってことが出てくるわけちなみにすでに学んだようにこれはメシア的奇跡メシアだけが行うことができる奇跡なんだからイエスがメシアだという強力な証拠がここにあるそれから次が耳の見えないものが 耳のごめんなさい。耳の聞こえないものが聞こえるようになった。で、耳の聞こえない人から悪霊を追い出すのはこれもメシア的奇跡です。そして最後に死人が生き返った。これが前回学んだナインのヤモメの息子の蘇生ですね。盲人が癒され、足内が癒され、さらっと患者が清められ、耳の聞こえないものが聞こえるようになり、死者が 蘇生しているこれをヨハネに伝えなさいこれらはイエスがメシアであることの印であるって言うんです。今度聞いてることは何かというと貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。私が貧しい者に語ってる福音の内容をあなた方は聞いてるでしょう。それを伝えなさい。なぜこれがポイントかっていうと当時のユダヤ教の宗教的指導者たちは貧しい人を相手にしないんです。 彼らが関心を向けたのは貴族や金持ちだけです。ところがメシアである方はそれとは逆に社会の底辺にいる人たち、虐げられた人たちに喜びの知らせを述べ伝えている。これもイエスがメシアであることの印なんです。で、これはイエス自身がここで語っているように見えますけど、実は旧約聖書のメシア予言を引用しておられるんです、イエス様。 だここでの会話が難しいという理由は何かと,いうと、これ神学的議論なの。旧約聖書のメシア予言に基づく神学的議論であって、神学校で学ぶ場合はこれをメシア論というんです。あるいはキリスト論という。ら僕らは今日この箇所を通してキリスト論の議論を学んでいる。それが違法人である私たちには非常に難しい理由です。だけど構造が分かってくると非常に論理的に話が進んでいるというのは分かってきます。 旧約聖書の召し上げんですと、例えば、イザヤ書の35章の5から6ですね。これを読みましょう、一緒に。はい。その時、目の見えない者の,の目は開き、耳の聞こえない者の,の耳は開く。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の,の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。イエス様が、さっき、 目の見えないものが見えるとかね足の悪い人が歩くとかねこの予言の上手だよねだからあの言葉はイザヤ書35章の5から6の引用であるということは分かるもちろんバプテス・マのヨハネもそのことを直ちに理解するイザヤ書61の1イザヤ61の1はい読んでください神である主の霊が私の上にある 主は私に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すために私を使わされた囚われ人には解放を囚人には釈放を告げとありますここで貧しい者に良い知らせを伝えるこの聖句ねもうずいぶん前だけど覚えてる皆さんイエスがナザレの街道でイザヤ書の予言を読んだ後 あなた方が聞いているこの瞬間にこの予言が成就したと言われたことあったでしょうあれこれだからねこの聖句だからでこれはポイントは貧しい者に良い知らせを伝えている今は恵みの時なんだよというのがポイントです誤解しないように申し上げますと人は全て裁きの座につきます メシアによる裁きは確実にあります。それはタイミング的にはいつあるかというと、千年王国が成就する直前に裁きの時が来ます。しかし、イエスの初臨の時、この時は恵みの時です。恵みの時です。今、予備校の先生で、今でしょという人が流行ってるね。あら、聖書では昔からあるんだよ。 今が恵みのの時だ。いつ信じるの今でしょ昔からあるんだあ今は恵みの時だそして6節ご一緒に誰でも私につまずかないものは幸いですもし普通の人がこれを口にしたらその人は 大変傲慢な方です。もしあなたが友達に向かって私につまずかない人は幸いですたらどう,どう思われるこの言葉はイエスのメシア宣言なんです。いいですか。この言葉はイエスのメシア宣言です。で、この言葉は決してヨハネの ヨハネへの叱責の言葉ではありませんなぜこの言葉が出てくるかもう一度今まで語ったことを思い出してください当時の人たちが抱いていたメシア像っていうのはメシアのイメージっていうのは勝利の王としてのそれですだからさっき引用したイエスがエルサレムに入ってこられた時に主の皆によって来られる方に祝福があるようにって言った後そしてダビデの ク国、メシア的王国のことを彼らは期待し喜んでいます。つまり、メシアは勝利の王として来られるんだというイメージです。だからイエスがしておられることがいかにも生ぬるいわけです。ヨハネも、獄中のヨハネも同じようなメシア像を持っていた。彼も時代の子です。それゆえ、はい、さっきの 予言もう一度見てみようイザヤ書の予言はいここ貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すために私を使わされたその次読んで囚われ人には解放を囚人には釈放を告げってあるんじゃないところがヨハネは釈放されてるの解放されてるのされてないじゃない それいえヨハネは自分がいつまでも解放されないことへの疑問があったんだよねつまりヨハネもまた心のどこかに勝利の王としてのメシア像を持っていたしかしイエスはここで貧しい者に福音を伝えていく恵みの時代を切り開くしもべとしてのメシア像を示されたんですでこの答えを持って ヨハネの弟子たちはもう一度ヨハネのところへ帰っていくわけですねところがこの話を群衆が聞いてるわけ当時のこういう対話っていうのはねあの公開討論みたいなもんなんですラビが質問に答える時にそのラビから学びたいと思う人たちがその周りを取り囲んで黙って聞いてるわけです 時々食事に招かれて食事の席でこうこうこういう対話があるってでしょうあれもみんな聞いてるんだよね周りでちょうどそれは例えばフルクテンバウムセミナーの後で質疑応答の時間があってみんな自由に質問するでしょうああいう雰囲気とも似てなくはないねで群衆が聞いてるんだよね聞いてて ヨハネの弟子たちが疑問を持ってイエスのところに来たイエスはこう答えたっていうのは分かってるんだけれどもえヨハネでさえも信仰が揺れてるのじゃあイエスって方は本当は誰なのというような気持ちになっていく誤解してはいけないそこでヨハネの弟子たちを返して今度はイエスが群衆の方を向いて話し始めるわけです2つあります1つは 誤解するなよ、ヨハネっていう人はこんなに素晴らしい人だよって話、2つ目は、それにしてもあなた方が生きている、つまりこの時代、つまり今の時代のイスラエルの民はいかなるものかっていう、この2つのテーマを今度はイエス様が矛先を群衆に向けてお話になる、それが次回の内容です。ぜひ次回、楽しみにして来てくださいね。 ここで終わってたら、タケのコは掘れませんから。<laughs> さあ、そこで今日はね、結論のところで少し、あの、普段よりもゆっくりと話をしてみたいと思います。今日は、信仰の危機について考えたいと思います。皆さん、クリスチャンになって何年ぐらい経ちますかね。こういう質問はね、答えなくていいんだよ。 これは、ね、あなたに考えさせる質問なんだからはい5年ですとか10年ですとか言わないでいいんだからね何年ぐらいになりますかねじゃあ振り返ってくださいその間私はクリスチャンになってから信仰は一直線に成長してきましたという方は何人ぐらいいるんですかねあるいはいろんなことあった振り返ってみればという方何人ぐらいいるかねあるいは今現実に 私は問題に直面しているって方どれぐらいいますかね今日申し上げたいのは旧学聖書の信仰の偉人たちはほぼ例外なしに信仰の一時的揺らぎを経験しているってこと例えばまず最初に取り上げなきゃいけないのはアブラハムという人です彼はすごいね 彼は神様からの招きの声を聞いて自分の父の家を出て自分が生活していた基盤を捨てて神が示して行った行き先知らずしてっていうのはそれがどういう地か分かんないで行ったで信仰者っていうのはそういう側面があるね私たちは現実的にも霊的な意味でも移住者だよ ある一つの地点から次の地点に移住していくんだけども大変な決断力とエネルギーが要ります。アブラハムは見上げたもんだよ。彼は永遠の移住者としての歩みをスタートしてそこから全人類の救いが広がっていく。ところが彼が約束の地に入った直後に雨が降らなくてその地が干ばつに襲われた。 その時に彼は何をしたか覚えてるエジプトに下った創世紀12章10節から20節。エジプトに下ってさらに彼がどういうまずいことをやった自分の妻のサライを妹だと言って結果どうなったパロに奪われそうになった。まあ、今日のの聴衆の中には文章を 紡げなくて単語だけで答える人だよ <laughs> で。パロに自分の妻を奪われそうになったじゃない。意外な性質が出てきたんだよね。だけどね、あれちっとも意外じゃないの。あれはね、アブラハムの古い性質が顔を出してるの。いいですか。私たちも同じだよ。 私もね29歳の時に会社辞めて進学校行こうという決断をしたまあ移住者になった私も人生の移住者としてやっていこう死にのみ従おうってものすごい信仰が働いたわけねこれは神の恵みだったと思うねトロがいろいろ準備しているうちにどうも思い通りに道が開かれてこない時期があったのねその時に不安が起こってくるわけねこれほど献身の決心をしたんだけど 神はこのの家族の経済生活を守ってくだださるんだろうか自分の人生をかけていこうと決めた信仰とはこんなんなのに疑ってる部分はこんなちっぽけな部分なの。アブラハムそっくりだよそれは意外な古い性質がつまり信じきれないという性質が顔を出してるのねなぜそういうふうに失敗するのかそれは自分の期待と現実の間にギャップが出てくるんです。 自分が神様だったらこうされるはずだと思うことと現実にそうならないことの間に葛藤が生まれるんですよ。これは全ての信仰者が一度は通過する道です。アブラームの次に取り上げたいのはモーセだよ。 モーセねすごい人だよね。モーセは忠実にイスラエルの民を導いたんだけど失敗したことがあった覚えてるモーセの失敗何だった岩を2度叩いたあれは命じるだけでよかったのねあの時は民数記20章の2節から12節だよ。 岩を杖で叩いたら水が出たんだよ。それで OK だったの。次は命じるだけでよかったの。岩に対して命じるだけでよかったの。ところが、不信仰の結果、彼はまた叩いたんだよ。二度叩いたんだよ。これは神の言葉への冒涜です。ちなみに、この岩っていうのは聖書で岩って っていう言葉が象徴的に使われるとこれはキリストのことですだから岩を杖で打つっていうのはキリストが一度十字架につけられるということを象徴しているわけねモーセはそこまでは認識してなかったかもしれないだけど後でそういうことが分かってくるだから二度目に岩を叩くっていうのは再びキリストを十字架につけるっていうのは意味があるんでしょうね多くの人がこれに対して文句を言います モーセは一度だけ罪を犯したその結果約束の地に入ることはできなくなったこれは罪の重さと刑罰の重さを考えるとアンバランスだとこれは神様ひどいっていうのは大体人間の考えですそれは神様の視点というのは全く違うのねモーセっていうのは立法をイスラエルのために与える仲介者となった人です立法の構造っていうのはただ一 でも失失敗敗ししたたら全部失敗したと同じなの。だから私たちは立法を行うことによっては救いは得られないという方になってんのこれは。これが神の論理なんだよ。アブラハムの時もそうですね。アブラハムが最後に息子イサクを捧げようと命令を受けるじゃない。聖書塾をやってるとね、あの箇所に来ると時々レポートでね、私にこういうことを言われたら私はノーサンキューと言いますという書く人がいるんだよ。 私だっったら断りますって。そこで僕はコメントを書くわけね「神様はあなたにはそうは命じません」って書く。<laughs> でアブラハムはあそこに行くまでにどれぐらい信仰の揺らぎと試練を受けてあの段階に到達してるあれは彼が到達し得た段階を前提に神が最後のテストをしてらっしゃる。 もし、そういうテストにあったとしたら、神様はあなたを相当高く評価してるね。まあ、天使と神様が対話してるとしたら、神様が天使をね、どうだい、あいつをこういう試練にあせようと思うんですから、天使が、神様とんでもありません。まだまだそこまで行っておりません、彼は。耐えられませんよ。という話になるのね。モーセは ただ一点失敗したけど立法全部に失敗したのと同じことなんだなぜモーセはそこまで良かったのにそうなったのか自分の感情をコントロールできなくなってたんです不信仰が来る時っていうのは自分の感情もコントロールできなくなってる僕らは神様を信じると言いながら時々人に対して怒り例えばクリスチャンに対して怒り自分のことを忘れてね もうだから嫌よクリスちゃんって言いながらもうこれじゃクリスちゃんじゃない人の「よっぽど愛が」あって「もういいよ神様愛」って言いながら「なんで私はこんな目に遭うんだ」そういう時ってね聖書読んでても閉じる時勢いが違うね「パターン!」「<laughs> グレーなんかバー <laughs> いいですか怒ったままで世をこすのは良くない自分の感情をコントロールできなくなっている時に私たちの信仰は揺らいでくるんです。 次に忘れちゃいけないのは、ダビデだね。もう名前言っただけでバーっと思い浮かぶでしょう。何彼は勘引と殺人の罪を犯したんだよ。第2サムエル11章だよ。あれね、ダビデもソ,でもソロモンでもね、あれだけ罪を犯したら王座から追われて王国が崩壊しても当然なんだよ。だけど崩壊しないんだよ。ダビデの時代、ソロモンの時代。なぜかというと、ダビデ契約というのがある。 これ無条件契約なんだ,だからダビデやソロモンの失敗のゆえに王座から追われるということはないわけ神が確実にその契約を成就されるだけど罪を犯したことは確かですねなぜあんな罪を犯したのかそれは成功者の傲慢と油断ですよ彼が前線に出て一生懸命神を見上げて戦って 国づくりをしていた時にはあんなことは起こりようがなかったところがある程度落ち着いてきてそして将軍だけ前線に送り自分はエルサレムの王宮で昼寝をできるポジションになり王宮から町を見渡し自分の領土を見渡し俺も大したもんだという思いになった時に見てはならないものが 目に入ってきたんですね。成功者の傲慢と油断です。だから人生すべからく自分がうまくいってる、成功してるっていう時は危険が待ち受けているということを私たちは知らなきゃいけません。ダビでいいね。じゃあ次だよ。預言者の代表エリア。もう名前言っただけで思い出すでしょ。エリアという人はヒーローだよ。 とからこの人、面白い人でね、自殺願望を持ったねもう第一列王期19章もういいです、神様、私を殺してください。カルメル山で450人のバールの預言者を相手に大勝利をして、その直後に、イゼベルというおばちゃんが、あのエリア、行かしておかないっつったら、ピューって、もう飛び上がって、着物をからげてね、でベールシャマまで走って逃げたって言うんだもん。 それで一人になって「まあ自己憐憫だね」「神様もう十分です殺してください」って言うんだけど「神様って <laughs> 面白い方だね」「エリア」ってさ最後死なないで天にあげられちゃうのこれ皮肉だよね神の皮肉だよねこういうのアイロニーって言うんだよね殺してくださいって言った人が死なないで竜巻に巻き込まれて天にそのままあげられちゃうんだもんね でもエリアの信仰の揺らぎっては何なのかこれは今で言う燃え尽き症候群です日本の牧師たち献身者たちとっても勤勉です一生懸命神様に仕えてますそして日曜の夜みんな帰った後一人でポツンと書斎に座る あるいは教会の役員会でケンケンガクガク牧師のやり方も批判されたりなんかして一人でポツンと座った時に「もう神様いいわもういい」まあ死にたいとまだ言わないにしてもねもう僕はできませんもうこれで終わりですと思っている牧師伝道者献身者は 僕らが思う以上にこの国にいると思います燃え尽き症候群ですそしてこれぐらいでいいでしょう今日のバプテスマのヨハネ獄中で信仰の揺れを覚えたんですさっき言ったようにイエスのメッセージの中にヨハネを出席する言葉はないんですただ彼は自分の期待と現実の間に ギャップがあったんですだから信仰が揺れたんです。次回はイエスがヨハネを高く評価されたことを学んでいきますよ。さあそこで今言った信仰の揺れを経験した生徒たちの例から私たちが学ぶ普遍的要素というのは何なのかいくつか言いたいと思いますがまず1番目。 信仰の揺れは全ての生徒たちが通過する体験です信仰の揺れをあるいは一時的な信仰の停滞英語ではバックスライディングと言いますね信仰の交代を通過しない生徒はいないです逆に神様はそういうことを通して私たちの信仰を練り強くしてくださるんです2番目に 一時的に信仰が交代するということと永遠に不信仰であるということとは別問題です。いいですか。全く違った目で神様は見ておられます。一時的に私たちの信仰が交代することと永遠に不信仰であることとは別問題です。三番目に、その証拠に今挙げた五人、 アブラーム、モーセ、ダビデ、エリア、バプテスの魔のヨハネ、彼らは一時的な信仰の交退や揺れを経験したけども、最後は全て信仰を全うして死んでいってます。あるいはエリアの場合は天に挙げられてます。私たちは信仰と恵みによって救われたならば、いかなることがあろうとも、 それは神様が最後まで守ってくださいます。つまり、一度救われた人が救いを失うことはないっていうことです。その時に4番目に、じゃあ、信仰回復に必要な要素というのは何なのかです。信仰回復に必要な要素。一つは、悔い改めの告白です。 これは典型的にダビデが行っています。ダビデの悔い改めの詩援というのは今でも多くの人に恵みを与えています。2番目に、御言葉による確証です。バプテスマのヨハネはイエスが語る言葉が旧約のメシア予言の成就であるということを聞いて確信を持っていったんでしょう。御言葉による確証です。3番目に、 かすかな細い声を聞き分けるということです多くの場合信仰回復にはドラマチックな天地を揺るがすような出来事が起こるわけではないむしろかすかな細い声が聞こえてくるそれは典型的にエリアの体験の中にあるエリアは風や嵐の中に主はおられないということを見抜き その後にかかすな細い声があったそれが神の声であったことをキャッチして立ち上がっていくんですね私が進学校で <laughs> いろんな教授から影響を受けましたけども最も大きな影響を受けたのが説教学の先生でしたドクターーペリーという人でした彼は僕は今まで出会ったことのないようなタイプの先生でした。 日本では弁論の歴史がない。日本の歴史を見るとね一つの説教で世界を覆したあるいは日本の国の方向性を決めたっていうような話ってあまりないどっちかというとあの西郷隆盛的なね勝海舟的なねなんとなくあうんの呼吸で腹と腹で分かり合ったとっいうようなことで物事が決まっていくのが日本の 特徴ですけれどもこのペリー先生はギリシャ・ローマ時代以降の西洋の弁論術の歴史を本当によく知っておられてそしてメッセージを構築するということは聖書の解説であれ一般の弁論であれどういうことかということを非常に論理的に教えて下した先生です。新学生の中には 聖書を釈義してメッセージを作るときに釈義の手法とメッセージの構築とがあまりにもかけ離れてるんであの自分はどうしていいか分かんないって文句を言う人もいましたけど僕の場合はそういうことは全然感じなかったでペリー先生から大きな影響を受けてで卒業するのに必要な単位は先生から2単位取ればいい2つの授業を取ればいいんですしかし僕はあの先生が教える講義があれば 証拠で全部出てました。非常に。素晴らしい影響を受けることができました。卒業する前の日に。お昼の時間、先生の研究室を訪問しました。先生はサンドイッチを昼食で食べてましたけど、僕が入ってきたのを見て、それを置いてで what can I do for you ってね。何ですか？で、いや先生ね。お礼を言いに来ました。 僕は先生の授業に出ただけでこの進学校に3年間学んだ意味があると思っております。本当にありがとうございましただったら先生とても感動されてねで目にうっすらと涙を浮かべてねあのこれからの方針が祝されるようにと言って僕を送り出してくれたその先生の授業でいくつかの名言を今でも覚えてますが 説教のの実習の時間があるんですねで生徒が用意してきたメッセージを語ってその後で先生がそれを評価するわけですね。僕のメッセージも聞いてくださって「君の言ってるこれとこれは裏付けがない」ともっと客観的データの裏付けがないとこういうことは言っちゃダメだとかね具体的な指示をしてくれるんですがそのクラスまあ20名ぐらいいましたけど中に数名。 いわゆるペンテコステ系の教会に行ってる人がいるで。ペンテコステ系の教会から来た人っていうのは、大声でメッセージするのが特徴ですね。だから、その生徒たちをメッセージ実習の時間に、普段教会でやってるようなことをやるわけですね。まあ、どんな調子かっていうと、知らない方のためたやるとね、うん、なんだろうな。Jesus you! So why don't you accept him? って、こんな感じなのね。 You are sinner! Repent!、Ah! ってやるわけね。でそのクリティークの評価の時間に先生が大声で語ったらいいってもんじゃないんだって言われてその後で考えておらんあなたの人生の中であなたの人生を変える助言は小さな細い声で 人が語ってくれた助言じゃないかって言うんですね確かにそうだよね大声で出席された言葉で僕らの人生変わらない愛を込めて小さな細い声で兄弟ね僕はこう思ってるんだけどってそういうことが僕らの人生を変えるんだよねだから信仰の揺らぎから立ち直っていくそれは悔い改めであり 御言葉による確証であり、そして自分の狭い部屋に入って父なる神との対話を再開した時に聞こえてくる小さなかすかな細い声これが私たちを立ち上がらせるんだよね。バプテスソナのヨハネはこの後首を切られていくんだけど最後は 全部理解し,たわけではないしかしイエスがメシアであることは間違いないという確信を持って天に召されていったと思う次回はイエス様がそのヨハネをどれほど高く評価されたのかそしてイエスと同時代の人たちにどういう悲しみを抱かれたのかそのことを学んでみたいと思いますお祈りしましょう「天の父なる神様」 今日バプテスマのヨハネと共に獄中に置かれたような思いがいたしましたそして信仰の先輩たちが例外なしに一時的な信仰の揺れを経験したということを教えられ大いに慰めを受けることができました 私たちのうちに良き技を始めてくださったあなたはキリストイエスの日までに必ず成就してくださるとそれを成就してくださると私たちは信じます。それゆえもう一度あなたとの対話の線をパイプを太くすることができますように我ら一人一人にお語りください。 主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。ご一緒に祈りましょう。どうぞあなたの祈りを捧げてください。